プラント入ってますよね。ツインキャンプだ。水すごいっすね。あの、俺初めオールだと思ったんだよ。すごいっすね。なんか赤いのブルーのかな。中すごいっすね。じゃあなんかやってるんですか。多分オーバーホールしてる。ああそうなんですか。ああ。
はい、どうも、ペさんです。今回はですね、年末なんで、挨拶、させてもらいたいと思います。なかなかこういう機会ないんでね、はい、まあ、それもね、あって、まあ、しとこうかなと。もう今、カメラ回してます。この1年でね、このチャンネルすごい伸ばさせていただきました。去年はね、多分10人とか登録者いなかったんじゃないかな、まあ、まあ覚えてないんですけど、まあ、今で、ね、5500人か、本当ありがとうございます。まあ、僕登録者数はぶっちゃけ課題だと思ってるんで、そんな重要じゃないと思ってるんですけど、まあ、やっぱ5000超えるとやっぱ嬉しいですよね。はい、まあ、一番はでも再生数が伸びた方が嬉しいですけど、まあ、僕のチャンネル、ロータリーか、ロータリーと、日産のスカイライン GTR、いろんなソロだね、いろんな車、過去にアップさせてもらってますけど、やっぱ一番のメインはやっぱロータリーなんで、ね、僕があのロータリー好きなんで、いいと思ってるんで、僕自体が、まあ、日産も好きですよ。日産の車も好きですけど、やっぱ一番ロータリーなんで、やっぱロータリーの再生数が一番伸びてますね、このチャンネル。まあ、最近になって、日産の旧車とか GTR とか伸びてきてますけど、やっぱメインはやっぱロータリーで やっていきたいなんて今後も思ってますんで、ロータリーと日産の、スカイラインと GTR が好きな方、今後ともよろしくお願いいたします。今年はね、すごい貴重な体験させてもらったんですけど、まあ、来年はもっとね、貴重な体験ができるように僕も動いていきたいと思いますし、編集もね、頑張っていきたいと思ってますんで、今の僕の編集だと、そんな難しい編集してないんで、もっとこの凝った動画というかね、もっとかっこいい動画をね、来年は作れるように今勉強してるんですけど、なかなか、形になってないんで、まあ、そこら辺を形にするのと、あともっとこのチャンネルの幅というか、幅であったりボリュームであったり、信頼性の、ね、高いチャンネルにしていきたいなと思ってます。僕の視聴者さんは圧倒的に、まあ、こういったらなんですけど、まあ、おっさんが多いんで、おっさんの夢を、来年もね、探していきたいなと思ってますということなんで、今回の動画はここまでにさせていただきたいと思います。来年もよろしくお願いいたします。では失礼いたします。